皆さんこんにちは、高遠力です。今日もよろしくお願いいたします。おとといですかね、まあ寺尾さんがお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。まあね、まあ、寺尾さんっていうと、まあ、自分らもずっと若い時にずっと相撲を取ってきた、ね、39まで相撲を取ったんで、自分と、まあ、30回か40回ぐらい相撲を取らせてもらって、なんかね、まあ、60歳、まあ、力士はね、やっぱり寿命は短いけど、でもやっぱり60歳は早いかなと思いますよね。まあ、まあ、辞めた後ぐらいからちょっとずっとっていうか、もう昔からずっと心臓が悪くて、まあ正直、まあ俺はあんまり長くねえから後頼むよとかいう話ばっかりは、いつも顔見たらいつもそんな話ばっかりはしてたんですけどね。まあ家も本当に相撲部屋と自分の焼肉屋から歩いて3分ぐらいのところにしころ山部屋があるんでね、もうよく焼肉屋に食べに来てくれたり、奥さんも来てくれたりとか、あと弟子も来てくれたりとかね、いろんなことをよくやってくれてありがたいなってずっと思ってて、まあ相撲取りクビになったのにね、あんまり相撲取りクビになった時にあんまりもうみんな行くなって、いう形であんまりこう来ることはなかったんですけど、まあそれでもこう、まあ、ちょくちょく来てくれたりしてくれてたんでね、まあすごいありがたいなっていうようなとこもあって、まあ一番最初ね、なんか思い浮かべることはやっぱりいっぱいあるんですけど、まあつい最近の話だと相撲のアニメーションっていうのが、相撲のねアニメーションがあって、そこに出てくるその声優さんが、まあ何人かいて、で、親方、高遠力の親方、ぜひね、その相撲今まで見たことがなくて、臨場感を味わいたいんで、一回相撲部屋を見学させてくれ、っていうことで、こう、まあまあ有名なね、こう、有名な声優さんなんですけどね、何人かいて。で、まあ、どこもまあやっぱり俺が頼むと嫌がられるんで断られて、まあ寺尾さんのとこだけ「あいいよ」とか言ってくれて、で朝稽古見に行ったのも覚えてて、でたまたま亡くなった日にその声優さんも連絡あって、是非お線香あげに行きたいんですって言って、お世話になったんでとか言ってきたんでね、まあ一応その日にちだけは言って、もし来れるんならお線香をあげに行ってやってくださいみたいな形でね、まあ心臓が、まあ、相当悪かったっていうのはずっと、まあ現役の時からずっとそんな感じだったんですけどね、まあ本当に。まあ人間の一生なんて儚いもんだなと思ってね、まあいつまあねお迎え来るか分かんないしね、こればっかりは本当に。まあいろいろありますからね、もう本当に、まあ寺尾関がまあ本当にこう二所の一門でね入ってなければ、今頃とっくにやっぱり北勝どきあたりなんかよりも全然先に理事でねいるはずなのにね、やっぱり、まあ、まあこうすればああすればっていうのはキリがないですけどね、まあ本当にキリがないんだけど、まあもう一番最初に原因作ったのはもう
自分がまあ野球賭博でクビになったのはもうケチのつけ始めなのかなと、ってみんなに迷惑かけたなって思うことがもう一番やっぱ後悔がありますね。そこだけですね、やっぱ一番ね。やっぱそれがうまくいってれば全部、何もかも全部うまくいってたかもしれないし、高菜那もこうやって教会辞めずに済んだかもしれないし、クビになってなければね。まあ、真面目に一生懸命やってたやつがだんだんバカを見るような時代になってきてるだろうから、そこをなんとか打破してもらわないとね。力の最後の取り組みの相手そうなんですよ。がたりですか。もう本当に2人とも多分最後だなとかいうのは思ってて、これ最後に、だから相撲取った時にね、もう絶対にもうヘロヘロな体で、もう本当に全然、もう全然ダメなんだけど、もうヘロヘロでも相撲取ってね、これでも絶対はたかないで、ね、そういう相撲取ろうと思って、案の定もう向こうも目いっぱい突っ張ってくれて、もう最後足がもつれてはたかれて落ちたけど、もうしょうがないなみたいなとこあって、で最後もう肩ポンポンって「お疲れさん」みたいな、分かったんですよね、もう「お疲れさん」でもうこれで終わりだなと思ってね。で、相手もやっぱそれも察知してくれて、はい、もうこれ今日最後でお疲れさんな、みたいな形でね。だから俺の最後の相撲は寺尾さんなんだよね。で、親方のところにもう、負け越して、幕下落ちるんだからもう、引退って言って、最後まで取る必要はないって言われて、それもそうだなと思って。で、今でも昨日のように思い出しますね。二人とも、いつ辞めてもおかしくないような相撲を取ってて、それで俺が早くて、その後だもんね。その場所で、寺尾関も引退されたい。そうだよね。長秀樹はく、12日目でしたっけ。だから俺よりも4年先輩なんで、39で辞めて、俺が35で辞めたのかな。向こうはもう正直ね、40近くまで相撲取って、目いっぱい相撲取ってね、そういう形になったけど、入った時はね、寺尾三兄弟、寺尾三兄弟じゃないな、井筒三兄弟だね、井筒三兄弟で、わーっとこう、あれしてて、で、俺ら4年後輩で、下からずっと上がっていって、華々しくこうテレビを見てて、早くこういう力士と当たりたいなとかね、っていうのはあったっすね。やっぱ見てくれが俺の方が全然悪いから、やっぱもう全然人気って言ってんでは全く歯が立たなかったわけだけど、実力的にはそうはいかんぞってずっと思って、土俵に上がってね、思ったけど、やっぱりそういうふうにずっとね思って、こんな負けてたまるかとか言って、っていう気持ちでずっと相撲取ってたような、思いがあるよね。プライベートではどんな方だったんですか？俺なんかだからギャンブルで、もうね、お方はもうギャンブルでも相当負けたけど、寺尾さんの場合も酒で同じぐらい使ってるからね、どっちがやっぱり費用対効果があるのかなったら、やっぱりギャンブルだと誰も幸せになれないけど、酒だと飲み屋の姉ちゃんがまず幸せになるわね。ギャンブルだと
国がちょっと喜ぶかなっていうぐらいな感じでね、誰も喜ばないよね。周りは不幸になるだけだって。だからまあそこのところはね、後悔はないけど、まあお酒は量を飲む方なんですか。いやもう飲んだけど金もよく使ったね、本当に。じゃあ、騒ぐのが、うん、皆さんと騒ぐ。そうそう、もうまあ俺のことをね、はい、鎌刈って言うんですけど、本名はね鎌刈って言うんだけど、相撲協会で鎌刈っていう名前をね言うのは、もう俺が関取になって鎌刈とかって言うのはうちの師匠と寺尾さんだけだったね。おい鎌刈とか言って、うん、それはやっぱりこう親密さを込めて。いやなんかずっとなんか鎌刈なんだよね本当に。うちの師匠ともう寺尾さんだけはもう鎌刈、あとはみんなあの力関とか力とかいうような感じで、でなんでかなと思って、なんで鎌刈なのかなと思ったら、寺尾さんもだからみんなにだから力三郎だから、そう力関力関って言われてたんだね。ああそういうことで俺のこと鎌刈ってずっと言ってたんだなと思ってね。かぶっちゃうから、うん、かぶり、かぶりで、みんな俺ずっと鎌刈、鎌刈って言われた。でもなんか特別感があっていいですね、うん、特別感、もう二人だけだもん、だってもう鎌刈っていうのは、うん、あとやっぱもう中学時代のね、はい、同級生とかそういうのには鎌刈とか言われるけど、力士仲間でだって鎌刈って言われることあんまりないもんね、うん、関取になってから。ライバルであり先輩であり、いやライバルっていうかもう先輩だからね、やっぱね。でも相撲は同じ押し相撲だけど、やっぱ相撲の質は全く違うから、うん、やっぱ小さいなりにこう一本の棒になるような突っ張りをするからね、うん、一直線にね力をこう相手に伝えるっていう、やっぱ体重がかかればやっぱり、うん、やっぱスピードで勝負するしかなかったし、まあ、相撲は本当に五分五分ぐらいかな、20、勝ったり負けたりしてたけど、でもまあ立ち合いね、突っ張り合いで相撲取って相撲取ってたから、まあ、気持ちよかったですよね、相撲取っててね。前の動画でも、うん、あの最後の相手平尾関で最高の試合が、うん、最高の取り組みが、そうだね、もうあれがもう精一杯だったね、自分のまあその今の現状ではね、うん、いや本当に最後は平尾できて、もう最後ね、それでやめれたし、まあ良かったかなと思って、いい相撲人生だったかなと思ってね。まあ悔いは残るよ、あの時こうしときゃよかったとか、あの時こうしときゃ40過ぎまで相撲取れたとかね、もうちょっとね、その大鵬っていう名前を継いでなければもっとやれたかなとかね、いろんなことはあるけれども、でもまあ現状の中では相撲やっぱ悔いなく取れたかな、まあ、ありがたくね、こんなご時世の中八百長もせず相撲取れたわけだし、うん、まあ寺さんもやっぱ現役の時はやっぱり悔いなかったんじゃないかなと思うけどね、やっぱいい相撲39まで目いっぱい相撲取れてね、ただやっぱ辞めた時にね、やっぱりやっぱり俺らと組んだのが良くなかったのかなと思ってね、俺らと組んでなかったらまあ、理事には間違いなくなれたよね、うん、まあでもそんなことは思ってなかったろうしね、そんなあの時自分が思ったことをやってでダメなのはしょうがないじゃないですか、ね、本人がだからまあね、本人がもうまあ
どう言っていいかちょっと分かんないですけどね、やっぱ自分らとしてはやっぱりいい相撲が取れてよかったなと思ってね、うん、ただやっぱりねえ理事長は高輪なと思って高輪を推してるわけだから、やっぱ三八のね、やっぱね、北東美さんとかやっぱ松原さんとかいる中でね、うん、やっぱり北東美同期生なのに北東美じゃないと思って高輪を推したっていうことはやっぱそういうことじゃないですか。やっぱ心の奥底にやっぱり、うん、心にやっぱりこれから先後輩ましてやそういう力士を志そうという人間のためにやっぱりそれが一番良かったかなと思って、うん、そういうふうな、まあ、やっぱりお金の損得であんまり動くような人間ではなかったからね。そこのところかな。まあでも本当にご冥福をお祈りするしかないですよね。本当にどうぞ安らかに眠ってください。